ないな。次にさよならを伝えるストーリーは100年後になっちゃうな。ねえ今夜君の胸に抱きついてもいいかよ。なんて返ったら答える前にさ抱きつくけど驚く顔もたまんない。こんなことしてたらいつかは僕も嫌われちゃうかな。構わないよ今が最高じゃん。だって今が最高じゃん。今が最高じゃん。だって今が最高じゃん。最高じゃん。完璧。